こんにちは、ここはですね、私の仕事版なんですけども、まあ、ともかく今回はね、割と本格的に仕事の話をさせていただくんで、一般の消費者の、視聴者の皆さんが、どの程度面白がっていただけるかどうかわからないんですけど、投資案件を、募集するということです。これはね、すぐにどうこうするってお約束はできないですけども、ともかくこういうことを探し始めますよということだけ、まずは早めに宣言させていただこうと思うんですが、最近よく聞く言葉かと思いますけどね、マースと書いてあります。JR の、ホームページにも書いてある言葉でして、一応一般の方のため説明しておきますが、モビリティ、移動手段、アズ、ア、これあれですね、助詞だから小さいわけですけども、サービスということでして、サービスとしての移動ってことなんですけども、まあ、簡単に言うとですね、日本はいろんな移動手段はありますよ。だけども、まあ、それがこう独立してバラバラになっている状態で、それをみんなこう一個にまとめて利用できたら便利だね。じゃあそうできるように何ができるかな、そういうふうなことを目指そうみたいな、まあそういう概念なんですけども、私もねまだ勉強中なんですが、最近どんどん増えてきているところです。ヨーロッパではもっとねいろいろあるそうで、私も今度見て勉強してこようと思うんですけども、例えばこの間私秋田の泥湯温泉というところに行ったんですよ。スーツ旅行チャンネルでね見てもらったと思うんですけど、でそこ行くためにまあ家からまず、電車に乗って、タクシーには乗りませんでした。電車モノレールで羽田行くじゃないですか。で、飛行機に乗って、で秋田空港、で、まあ、もうちょっと本当は動画のあれとは少し違うんですけど、まあ、これも帰りに使ったやつなんですが、空港から、山奥まで行く乗り合いタクシーがありまして、乗り合いタクシー、タクシーの I っていう Y でしたね、確かね。乗り合いタクシーで、温泉に到着と、いうことですごい、まあ、山奥の温泉地なんですけども、まあ、ここまでこういう手段を使ってきました。でこれはね結構行き方を調べるのが大変だったんですよ。まあ、この、泥湯温泉という温泉のホームページを見たらば、こういう、湯沢タクシーというところで乗り合いタクシーがやってますよ。でその旅館に予約したらば、タクシーの手配はしてくれたんですけど、まあ、それと別に自分で全日空のサイト開いて、予約条件とか確認して飛行機の予約をして、まあ羽田空港まで、ね、別にスイカでピッと行けばいいだけなんですけど、まあそういうふうなこういろんな乗り方をしていた。でこれはね私ですらちょっとまあ調べるのがめんどくさかったぐらいなんで、泥湯温泉っていう温泉がある、わーいいな行ってみたいと思ったところでね、じゃあパッと行けるようになるかっていうと、まあまず普通の人はならない。じゃあこれが例えばですけどね、Google マップの経路検索ってやつわかりますかね、目的地にピンを立てる。で、経路ってやると、こう、ルートがこう表示されるんですよ。で、そんな感じで、もう日本の、まあにあ、もしくは外国でもいいです。外国の、あらゆるところまでですね、こう、すべてのこういう移動手段をこう一つにまとめて、で、ここで例えば、泥湯温泉までこれぐらいの時間がかかります。案内は、ナビゲーションアプリにお任せください。値段はこのような、あなたの場合は、こういった買い方をするのが一番安いので、このボタンを押せば全部まとめて一括で、クレジットカードで支払うことができますよ、どうですかみたいな、そういうのがあったらね、便利じゃないですか。もうこれが一つの形なんですけども、そういうようなですね、さまざまな交通手段をこう、乗り合わせたりとか、まあ、それから例えば、一つ、今あるね、日本では採用されませんでしたけども、手段として、ウーバーイーツみたいなのもそうですけど、ウーバーイーツってのは、ウーバーの食べ物じゃないですか。で、あれは食べる分野だけ日本にはあるんですけど、僕がニューヨークに行った時に、ジョン・F・ケネディ空港からマンハッタンまで、タクシーに乗ったんですよ。で、タクシーよりも、ウーバーの方が安いですよってネットに書いてあったけど、よくわかんなかったから私は、イエローキャブに乗ってったんですが、まあ、ウーバーっていうのは、自動車に、乗せてあげる、まあ、民泊の自動車版みたいなやつでして、でそれを Uber というところに登録しておくと、運転手さんがこう後ろにこう、ああ、こんにちは、どうぞ乗ってってくださいって言って、タクシーよりも安い値段で、相乗りになって行くことができる。日本ではね、これは採用することはできなかったらしいんですけど、まあ、こういうのも新しい、シェアリングビジネス、カーシェアリングみたいなのもそうだと思うんですけどね、こうマースの形ということです。で、まあ、そのようないろんな移動をですね、もう一回見直して、便利にしたり、改善したり、
善していきましょうということでして、こういったものは今後新しく出ていくと思われます。でね、まあ、もちろんあの鉄道だけじゃなくて、例えば自動車とか、まあ、自転車もいいかもしれないですね。あのこの間私も北上駅の目の前でね、あの自転車あの置いてあって、あのなんですか、無人レンタサイクルみたいなで返すところも24時間営業だから、レンタサイクルの自動販売機みたいなのはね、岩手県の北上にあったんです。使ってみて便利だったんですけど、そういうですね、であのいろんなものがこう出てくるにあたって、新興の会社も出てくると思われます。で、まあ、私もですね、あのおかげさまで YouTube であのお金稼いでるんですけども、あのそれ特に使う道がない、まあ、あの使い道がないっていうのは、まあ、お金稼いだから、じゃあその稼いだお金で、お金払ってあのファーストクラス乗ってファーストクラスの動画出しましょうとか、そういうことはできるんですけど、まあ、限界があるわけですね。あの例えば1000万円ここにあるからって言って、じゃあ1000万円使ってドカーンと大きなことやって、もっとみんなに見てもらおうみたいなことはね、やっぱ YouTube だと限度があるから、そのお金はどうするかっていうと、まあ取っとくしかないわけですよ。で寝てるんだともったいないんで、じゃあなんかその使い道を使いあの探せないかなっていうのは前からいろいろ考えてたんですけど、まあ一つですよ、あの実際にあのどこまでやるかってことはまだ考えてませんが、一つの使い方がこれで、こういうことをやろうと目指している会社は日本にもあるはずです。で、もしくはまだ会社としての形になってないかもしれません。あのこういうことを考えていて、やってみたいと思ってるけれども、お金の面はどうしようか、はい、お任せください。お金はあの用意がございますんで、あのうちからですね、あの出資するということもできます。あのもちろん、まあ、何でもかんでも猫も借金もあの金を突っ込むというわけにはいかないんですけども、この会社はうまくいくかもしれないなと思ったらですね、あの、まあ、私の全財産を投げ込むとかそんなことはしませんよ。あの持ってる、お金の、まあ、その一部、そんなこれなくなってもまあ大丈夫だろうみたいな少額になるかもしれません。私にとっての少額になるかもしれないけど、それは例えばこの会社がうちの会社から出資していただき、まあ、その代わり株式はいただくわけですけども、あのそれで、その会社さんのですね、あのこう成長を見守り、また、とてもこれはいい話だと思うんですが、あの私はですね、あの一応交通 YouTuber ということでやってるわけですけども、まあ、特に鉄道の面が強いかもしれませんが、あのその私がね、これ出資しましたっていうその会社は、あの最初知名度を高めることが重要だと思うんですが、新しいサービスは何でもそうですけども、あの私が、YouTube で宣伝して差し上げるということもできます。なので、あのそういうことを考えていらっしゃる方はですね、あのぜひ、ご連絡をいただければ、まあ、電話番号は公表してないんですけど、あのメールアドレスがありますので、ご連絡いただければ、あのこちらからですね、もしかしたらということがあるかもしれません。まあ、まだ本当検討段階なんでね、そういうお話がもし実際に来たら、じゃあどうするか、そしたらちょっとこちらで、有識者とかとも募ってちょっとこう精査してですね、これは大丈夫、いやちょっとこれはちょっとリスクが高いから申し訳ないですけどすみませんとかあるかもしれないんですけど、あのとにかくこっちはそういうのをやる気でおりますので、お知らせを差し上げました。大体こんなところでよろしいですかね、今回はね。で、あの こういうやつだって、まあ、私があの自分で考えてこういうのをやってもいいのかもしれないですけど、ちょっとそれをねやる暇はないんで、あのそういうのを考えている方からの、お話を伺えたらなという感じでございます。うん、じゃあ、 あの新しい時代がこうどんどんあの出来上がるわけですよ。私もそういうのに、ね、もしかしたら参加できるかもしれないし、まあ所詮お前には大それだ、そんなことは無理だと、まあ、思われるかもしれないですけども、まあ、まずはこういうことを考えているということだけ皆さんにお知らせさせていただきました。本当はねこれ、昨日仕事始めだったんで、昨日この動画出したかったんですけど、ちょっと準備ができませんで本日からとなりました。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。